皆さんこんにちは、布施テニスラボ布施俊二です。前回からサービスの基本編からやっておりますけども、今回はサービスの実技編に行きたいと思います。まずは初級編から、簡単なサービスの打ち方、そして中級編、少し回転をかける打ち方、上級編のスライス、スピンサーブ、キックサービスの基本的な打ち方をやっていきたいと思いますので、ぜひ見てください。では参りましょう。どうぞ。それではサービスの初級編の実践編やっていきたいと思います。オレンジのアライメントスティックが打球方向、ブルーのアライメントスティックはラケットを振る方向になります。まずは構えからトスを上げて一歩踏み出すぐらいのショットでいきたいと思います。今ぐらいゆっくりで構わないので、一歩踏み出すようなイメージで打っていただければと思います。では後ろから見ていただきたいと思います。今のようにできるだけつま先と膝と腰、肩のラインを合わせて前にまっすぐ、これが基本となります。では次に中級編になります。中級編の場合は、先ほど初級では左足が前に出るようなフォームでしたが、横を向いて打ちたいこともありますので、右足から着地します。うわ、ここは大きく違うポイントになります。また、今からスライスサービスを打ってみたいと思いますが、体が開かずにラケットが出る方向がこのブルーのアライメントスピード、ほぼカメラの方向に向かって出ていくのを見ておいていただければと思います。またスタンスについても、どちらかと言いますと少しクローズドになった方がスライスはかけやすいということが言えます。いかがだったでしょうか。
てからラケットが左方向に振られて少し回転がかかってスライスのサービスになっています。では中級編の後ろからの映像になります。できるだけセンターを狙っていますので、センターにスライスサービスが出ていくのを見ていただければと思います。体を開かないようにすることでスライス回転になります。では上級編を見ていただきます。上級編ではスピンサービスを見ていただきたいと思います。体をひねることでキックサービスにも派生していきますので、まずは基本的なスピンサービスです。スピンサービスを打つときに気をつけていただきたいのが、腰の反り返りです。腰を反ることで、腰の怪我の原因になりますので、膝で支えていただくようにお願いします。腹筋に力を入れて背骨があまり曲がらない、そして膝を中心にくの字型、こうすることで腰の負担がほぼゼロになります。では打ってみましょう。見ていただいたようにスピンサービスでも体が前に入ることが大切になります。では今度は後ろの映像を見ていただきたいと思います。今のように膝で体を支えてラケットをワイド側に振ることでスピンサービスになります。またスピンサービスは上に打つようなイメージの方も結構いるかもしれませんけども、上に打つというよりはなづちを使うように打つ方向の斜め45度に伸ばすんではなく、ここで金槌を使うような形でしっかりボールをヒットすること、これが大事です。
して手を伸ばしながら打つのは、結構パワーがいって難しいので、手首に角度をつけたまま金槌のようにラケットを使う、これができるようになると、大きな変化を得られます。今回の動画ではサービスの初級、中級、上級に合わせたフォアサイドからのサービスを見ていただきました。サービスにはフラット、スライス、スピンがキック、それからバックサイドからのサービスなどですね、いろいろなテクニックがありますので、これからもサービスの動画については追加していきたいと思っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Não tem time da lapada, sou ligeiro e sigo a sou esperto, ninguém vai me esmagar. Quanto mais de nós tu matas, mais de nós irão brotar.